And I've got all of this on a previous video, so I'm here pretty much just to おはようございます。はい。 おはようございます。 行きますね、と思って。ゴー。はい、ごめんなさい、受付の方でお願いします。オッケー、大丈夫。 Crushing these stones into powder that will be used for paint when they finish, when they paint the reconstructed castle. And this is, I can imagine after doing this for a few hours, I could get pretty sore. Okay, and then grind. Gotta grind it down into small powder.
Yeah? Yes. Okay. Thank you.
第二次世界大戦によりほとんどが破壊された首里城。その後復元された首里城は沖縄のシンボルとして広く親しまれてきました。しかし令和元年10月31日の火災により正殿を含む9つの施設が焼失。沖縄県民の悲しみの声はやがて復元を願う声となり、多くの方々の行動とともに復興を後押しする原動力となっています。正殿は沖縄最大の伝統的な木造建築です。今回の復元においても伝統的な工法を用いて、木材の一部に県産の沖縄裏白菓子や犬巻を使うなど、沖縄の自然を生かし職人たちの知恵と無形の技術によって復元されます。木材を保管し加工する場所として令和4年に木材倉庫加工場が建てられています。この建物の中には原寸大の図面を描く場所として原寸場も設けられています。その後令和5年には体育館のような建物が正殿跡地に建てられます。これが素屋根です。素屋根が建てられると加工された木材を組み上げる建て方に入り、正殿の復元が本格的に始まります。令和6年からは赤瓦を拭く屋根工事や首里城の特徴である赤い色を塗る作業が行われます。令和7年には正殿の顔となる唐破風や室内に鮮やかな色彩を施していきます。そして素屋根や木材倉庫が撤去され、令和8年にはいよいよ正殿が現れます。その後正殿本体の左右に廊下を建築し仕上げに入ります。令和元年10月の火災の後すぐにスタートした首里城復興。単に姿や形だけではなく、先人たちの知恵や無形の技術、思いを継承し令和の復興を目指します。構造材には日本の伝統建築には欠かせないヒノキを中心に、琉球王国時代から使われてきた犬巻と沖縄裏白菓子など用途に合わせた多種類の木材が必要となります。木材を調達した後はその木材を保管し乾燥させるためのスペースが必要となります。皆様がご覧になっている建物の奥、
くの方からご支援をいただいている首里城の復興、正殿復元を支える職人や木材の様子をご覧ください。木造3階建ての正殿の復元には多くの木材が必要となります。戦前旧国宝だった首里城正殿の再建にあたっては、琉球の時代と同じく沖縄で育まれた木材を可能な限り活用することを目指しています。これらの木材は大変貴重なもので、調達は決して容易ではありません。正殿を支える構造材には、日本の伝統建築には欠かせないヒノキを中心に、琉球王国時代から使われてきた犬巻と沖縄裏白樫など、用途に合わせた多種類の木材が必要となります。木材を調達した後は、その木材を保管し乾燥させるためのスペースが必要となります。皆様がご覧になっている建物の奥、2階部分が木材倉庫です。保管や乾燥をさせた後も、曲がりやひび割れ、縮みなどがないかを細かく確認します。皆様の目の前にある建物は中2階で原寸図を描くための作業場です。原寸図とは、実物大の寸法で描かれた図面のことです。縮小された図面からは読み取れない細かい部分の寸法を求めるために、原寸大の図面を描く必要があります。差し金と墨壺を使い、菊術などの伝統的な図法で描かれ、高い技術と深い知識、経験が必要とされる作業です。奥に見える1階部分は加工場と呼ばれ、木材をさまざまな形に加工する場所です。原寸図をもとに、木材ごとの特徴や癖に合わせて宮大工がその技を生かしながら加工します。加工場で加工された木材は素屋根に運ばれ、次の工程を待ちます。令和の首里城、この令和の復元を通して、再び伝統の技と無形の技術が次の世代へと受け継がれていきます。
ありがとうございます。That's all, folks.